こんにちは、萌子です。なんか撮影を始めたら農業の方がブルブル機械を動かし始めたよ何このタイミングって感じでブルブル言い出したよ。ブル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 って音が入ってるよね。入ってたらごめんなさいっていうか入ってると思う。ごめんなさい。隣がね、田んぼさん隣が農業をされてる畑だから、わかんないの何時なのか。止まってください、お願いします。お願いします。ということで今日は夏のザラさん購入レビューをしていこうと思います。あの、なんでザラさんって思われるかもしれないんですけど、最初ね違う服屋さんに行ったんですけど、なんかうんって感じだ。なんかそんなに、うん、なんかピンとくるものがなくて、でもな、私のサイズで他に入るところどこがあると思って、ショッピングセンターで。だから、無理じゃないとか思ってたら、他のとこなんかさ、なんかもう入んないからとか思って、どうしようと思ってたら、そういえばザラさんって XL とかあるやんと思って、もっとあるやつもあるよね、 XL 以上と思って見に行ったら、なんとセールをしていまして、サマーセールを。そう、なんでザラさんあんま行かないかっていうと、多件数高いのであんまりそんなに行かないんですけど、セールをやっておられて、ありがたしくーんって感じで、穴場だったなって思いました。穴場なんていうの、なんか見落としてたなって思いました、ザラさんを。ザラさん結構サイズあるからマジで嬉しいので、あのめっちゃ可愛いのいっぱいあって、本当にねいっぱい紹介したいのがあって、あのザラさんってね、やっぱちょっと個性的じゃん、ちょっと何ファッショナブルじゃん、だいぶ。だからそれがすっごい可愛くて、もう私が好きなタイプのがめっちゃあって、もうよかったら見てやってくださいっていう感じで、そってことで、まず、あ、そうそう、それで一緒に近くにあったリリー・ブラウンさんにも行って、あのすんごい反射してるけど、すんごい光ってるけど、白いこういうサンダルを購入しました。めっちゃ可愛くない？これ半額だったんだけど、超可愛くない？ちょっと光りすぎだよね。これを履いて一緒にコーデしていこうと思います。これマジで可愛いしね、超履きやすいのよ。ヒールもめっちゃ太いし、低いし、ヒールも。なんかローファーみたいな。で、これ、上下で可愛すぎて買っちゃいました。可愛くない？え、やばくない？これセットアップで。マジ、おっきいのあるの、ほんとありがたい。スカートも全然ゴムで、めっちゃ余裕あんの。で、この、なんか、この可愛いふわふわのお花を見てください。何ですかこれは。すごい凝った作りよね。やっぱね、ザラさんにしかないね、個性的なものっていうのが多いんだよね。マジでありがたい。これめっちゃ可愛くない？シースルーで。スカートだけでも履いても絶対可愛いし、これいろんな色に合わせれるなと思って。真っ白コーデもめっちゃ可愛いのよ。ほんと私と似たような体型の方、結構ザラさんおすすめ。今までマジで盲点だった。なんかさ、結構さ、ザラさん好きなんだけど、なんかおしゃれすぎるイメージがあって、とあと高いイメージがあって、あんまり行ってなかったんだけど、サイズ展開がマジでありがたい。超かわいい。しかもそれでいて個性的っていうのがなかなか他のブランドでない気がする。めっちゃかわいい。これセットアップってなかなかね、今の体重になってからなくて、あの、あんまり着なかったんだけど、これマジで私基本セットアップめっちゃ好きなんですよ。セットアップってさ、これだけ着ればさ、もう間違いないやんなんかもう大丈夫じゃん絶対という謎の安心感があるから、めっちゃ好きなの。バランスも取れるしね、可愛いよね。ほんと夏って感じ。どうかしら。うふ、ちょっとすいません、農作業がすごい始まってます。終わらないこの時間に農作業するんだね。大変だね、お疲れ様ですって感じで、ごめんなさい、ガーガー入ってたら。ガーガーというか、ブーブーというか。後ろこんな感じです。この生地感なかなかないよね。超可愛くない？上下でこれだよ。可愛い。これ絶対パールとかさ、ゴールドのさ、あ、シルバーも合うな。ネックレスも絶対合うよね。今イヤリングはこういうのしてるんですけど、もっと個性的なやつでもザラさんの服だったら合うと思う。じゃーん、見て、大人お姉はんじゃん。大人お姉はん登場じゃん。え、めっちゃ可愛くない？やばいよね。え、これマジ黙ってたらさ、
なんか静かな大人のお姉さんに見えない？これ。このね、美獣がめっちゃ好きなの。かわいいよね。私美獣大好き女だから、もうほんとありがたくて、もう見つけた途端一目惚れしたよね。でね、あのありがたいのが、これ二の腕がね、あ、でも二の腕結構やばいじゃん。やばいじゃん。で、あのなんか、あのでもね、こうノースリーブじゃないから若干隠れてるよね。若干ね、でもなんか羽織ろうかな。若干隠れてるよね。こう全体で見たら、こう腕を押してたら大丈夫じゃないみたいな、この形で固定していこうぜみたいな、こうしたらちょっとね、あ、みたいな、あ、結構二の腕たくましいですっていう感じなんですけど、横から見たら結構あれね、二の腕がこんにちはしてるわね。あら、いいじゃない。この美獣がね、本当に私好きで、こういうキラキラしたなんか可愛いよね。この黒にこれがすごい可愛くて、このギャップ、クールな感じの黒にこのキラキラゴテゴテの、どうこれ、超可愛くない？で、これスカートはさっきのスカートを履いております。セットアップのめっちゃ可愛いね。これ絶対ジーンズでも可愛いし、スカートでも、私は黒のスカートと合わせてもマジで可愛いと思うんだよね。黒のタイトスカートとかと合わせても絶対可愛い。マーメイドスカートみたいな、あれちょっと二の腕が思ったより出てるぞ。え、これ結構二の腕目立つかな、どうだろう。結構大人のお姉さんだと思ったんだけど、私的に。後ろこんな感じです。でもね、マジでこういうデザインの服ってね、大体 S か M か、てか L までしかないの、大体あっても。だからほんとね、XL があること、まあこれは L なんだけど、あのスカートとかでもさ、こういうデザインのかわいい、ね、おしゃれなやつってさ、なんか L までじゃん、あっても、まあ、もしくは M まで。だからマジで XL があることが本当にありがたい。 XL 以上も確かあるやつもあったし、ほんとね、わあマジでかわいい。ちょっとザラさんこれから結構いっちゃうかも、入り浸っちゃうかも。めっちゃ好きだった雰囲気が。髪をさ切ってからさ、あのふわふわ系じゃないのも結構着るようになってさ、こういうちょっとクールめのやつも着るようになったから、ザラさんとかが結構合うかもしれないと思って、これから通いたいですと思いました。はい、じゃ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 ーん、かわいいんですけどみたいな、おしゃれすぎかよって。これね、あのね、このこれなんて言うんだろうね、このワンピース、これ多分このままで着てもいいんだけど、私は足が絶対無理なのですから、こういう風にね、あの足をね絶対見せたくないものでございますから、こういう風に上に着て、でこれポケットがついてるの、かわいすぎ、めっちゃありがたい。もう飴とか入れれる。こういうね、ロングのスカートと一緒に履いてる写真がすっごい可愛かったから、私もやってみたくて。めっちゃ可愛くない？え、超可愛いんだけど。私はね、その日は黒のマーメイドスカートと一緒に履いたんだけど、それもめっちゃ可愛くて、これマジでおすすめ。すごい可愛い。これここがね、ちょっとキュッとなってて、お腹もへこませてくれるし、こんな感じすごい可愛い。これズボンでもいいと思う。この下、あの広がったさ、何こういうズボンでも絶対可愛い。え、めっちゃ可愛くない？これちょっと特別なさ、友達と遊ぶ時とか、ちょっと恋人とこれで遊びたいんだけど、私超可愛いんだけど、これ。え、どう、あの二の腕とか全然見せるのに抵抗ない方は、もう全然このまま着ても可愛いと思う。これなしで着ても。これ下はグレールさで購入したシャツを着てます。かわいい。ちょっと海外っぽいよね、ザラさんっぽい感じ。本当になんかコルセットみたいに、なんかこういう、なんちゅうの、なんかワイヤーっていうか、なんていうんだろうね、なんかこういうのが入ってて、ちょっと硬くなってる感じ。ここは、これかわいいよね。私これかわいすぎてさ、ね、もうなんかサイズがね、 L しかなかったの、 L までしかなかったのね、店舗には。で、もうこんなになりながらあの試着しようとしてたんだけど、これは無理だって、どう考えてもってなって XL を配送してもらいました。後から送料無料ってすごいよね、配送してくれるの。これはね、多分ね、普段より多分ぴっちりめだから、ワンサイズ大きい方がいいかもしれない、普段着てるサイズより。後ろこんな感じ。このコーデマジでおすすめなのよ。マジ可愛くない？ちょっと個性的に行きたい時というか、ちょっとおしゃれめ楽しみたいなみたいな時にマジでおすすめ。ポケットあるの超可愛くない？こうやって
ポリンみたいな、ポリポリポリンみたいな感じでできちゃうね。これでちょっとショッピング行きたいんだけど、ショッピングデート、何、何、どういうこと。これかわいい、ヒラヒラだよ、チャラララララって。もう一回、なんかプリンスじゃん、プリンス、男ちゃん、プリンセスじゃない、やだ。このスカート結構万能よね、マジでいろんなやつに合いそう。でもほんとね、黒のマーメイドともね、めっちゃ合ってたのよ。それもマジで可愛かったから、それもめっちゃおすすめ。いや、でもなんか足を出すの全然抵抗ない方は、このまま着ても全然ワンピースとしてめちゃくちゃ可愛いです。ここになんかギャザーというかがかかってて、めっちゃ凝った作りでほんと可愛いの。なんかもうドレスみたいじゃない、タラララタラララみたいな感じじゃない、みたいな感じです。感じです。マジで可愛い。こちらが最後のコーデです。じゃ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 ーん。これちょっと短すぎます。これね、さっきのやつちょっと似てるんだけどさ、ちょっと結構違うくて、ここの柄とかね。で、ここパールなの。やだ、可愛すぎでしょ、ボタンがパールなのよ。で、こんな感じの柄で、お花が咲いてるみたいだよね、マジで。超可愛くない？これ。で、これとこれはね、合わせないと思うんだけど、なぜならこれが上が思ったより短いから、このお腹が全部ね、こんにちはすんの。だから、これとこれはちょっと合わせないけど、今ごめん、残ってるのこれしかないから、ちょっとこれとこれで合わせてるんだけど、もっと長いやつで合わせると思う、丈を。このお腹を隠すために。でもこの柄マジで超可愛いのよ。ほら見て。これ何柄って言うんだろうね。よくわかんないんだけど、なんか薄いニットみたいな、サマーニットみたいな生地みたいな生地なの。めっちゃ可愛い。このズボン。ちょっとお尻は、はい。お尻はこんにちはしております。はい、いつも通り、はい。上これ、あれ、もうこの上もね、マジで可愛いのよ。私ほんとね、このシースルー系めっちゃ好きで、ほんとね、常にね、あったら見ちゃう。ビジューとシースルーと、リボンかな、リボン好きなんだよね。に、吸い込まれてきます。こうやって、助けてみたいな感じで吸い込まれていきます。今もね、上下セットアップであったと思うんだけど、ちょっと今回はズボンのみ購入しました。柄がね、めっちゃ好きで、で、下が広がってて、それもめっちゃオシャレで可愛いよね。ちょっとレトロな感じ。これめっちゃ可愛い。このシャツ、これ絶対スカートにも合うのよ。さっきのスカートみたいなやつに履いても絶対可愛いし、こういう感じで。はぁ、やばいね。やばいね。絶対この可愛いのよ。でもちょっとさっきと同じ感じのコーデになっちゃうかなと思って、こっち入ってきたんだけど、この合わせもお値段すぎるやろ。可愛い、この合わせ。さっきのやつと合わせてきたんですけど、この上の黒のやつ。かわいいよね。顔白。顔白。これかわいい、この合わせ。めっちゃオシャレよね。かわいいわ。この、サンダルともめっちゃ合ってるし、このサンダルもほんとかわいいのよね。これもマジでおすすめ、この。多分ネットとかでも 50% オフなんじゃないのかな、店舗で 50% オフだったら。他にもね、黒もありました、このミュール。ミュールじゃない、このサンダル。めっちゃ可愛かった。ほんとおすすめ。この合わせもマジでおすすめですね。ということで、こんな感じで、ザラで久々に爆買いしてきました。ザラさんマジでこれからちょっとハマるかもって思っちゃった。ということで、今回も見てくださってありがとうございました。ちょっとでも参考になってたら嬉しいでございます。もうすごいね、暑いですけど、体調には気をつけて、楽しい夏を過ごしてください。ほんじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。ほんじゃあ、またな。Bye-bye. Now my eyes are opening. I am seeing a distant love is in the air. It's a song we all can sing.